1月2日、東京大手町。読売新聞東京本社では、各校の監督たちが様々な思いを胸にスタートの時を待っていた。連覇を狙う常勝軍団は、いろいろありますよ。箱根駅伝は学生スポーツですからね。若林君は何が昨日の朝練習終わった後にボケーとこ立ってて何があったんかなと思ったら急に来て、いやちょっと走れそうな、もう3日前から夜も眠れずして調子が悪いんです、もしものことがあったらいけないって変えてくださいって本人から変えてください言われたら、三冠への挑戦権を手にした駒澤も監督の思惑通りの布陣とはいかなかったようだ。3は変えますね。はい、変えます。変えます。変えます。佐藤君。佐藤はまあ後ろの方に持ってきます。まあ盤石ではないです。そうですね。予定ですけどもしかしたら外すかもしれないですね。指揮官たちの言葉にも不安や期待が入り混じる。リーゼントは4ですね。はい、はい、最後あの3つ目を狙わせに行こうかと思います。よし、4区で使います。はい、意図としてはもうエースですし、まあ、田澤君とやれる最後のチャンスなので、うん、頑張ってほしいなと思ってます。はい、監督たちも運営管理車に乗り込み、いよいよ号砲が近づく。いやーもう毎年言うけど、このスタートするまでがハラハラだよな何十年もやっててもさ、はい、やっぱりあの人を走らせると自分が走る方が楽なんだよね人を走らせるのはもうヒヤヒヤですよ箱根駅伝の発着点、読売新聞社前、全21チームの選手たちがスタートラインに揃いつつあります。スタートまで10秒を切りました。位置についてスタートしました。第99回箱根駅伝、積み上げた伝統、そして次の時代への第一歩、21本のたすきが一斉に日比谷通りに飛び出しました。今年もさまざまなドラマを生んだ箱根路、その裏側には知られざる物語があった。ランナーの意地と意地がぶつかり合った数々のデッドヒート。吉井がトップに立った。このまま並ぶでしょうか。抜きました。4位交代。3位争い、岸本が一気に5人を抜いていきました。エース区間のトップ争いではライバル同士がまさかの連携、まあ、相当きつい場面じゃないかなっていうふうに感じていて、2人しか知り得ない戦いを超えた友情秘話。大きな挫折からの復活劇、帰ってきた。母に漏らした絶望の思い。それを乗り越えた先にはひときわ輝きを放つ激走があった。再逆転、よし。さらには選手たちを鼓舞する魂の叫び。いいか、お前は絶対世界に出ていくんだからな。エースの意地見せろ。やばい、最高呼吸で。この日のために全てをかけてきた選手たち、それぞれの結末。プライドだ、プライド。前でお前だったらできる、信じてるから。 217.1km の裏側にあったもう一つの物語。今年の1区はスタートからスローペース。指揮官たちも戸惑う幕開けとなった。めっちゃスローだな。めっちゃスロー。そうなると思ったね。遅い。めっちゃスローっすね。遅いね。おっせえな。まあいいか。スローだな。そして拍手が。
学生連合の新田が飛び出すが、誰一人ついていかず新田の一人旅となる。後ろの集団がですね、もう大牽制しちゃってるんですよね。牽制をしている。そうなんですよ。ちょっとこれ優勝候補のチームがね、誰か行かないと、はい、ずっとねこれ離れていきますね。そうですか。これ野村ついてきゃよかったのに。そしたら後ろもみんなついていきますよね。自分のペースでね、慌てないで追って行きなさい。だが後半に入ると徐々にペースも上がり、先頭争いが動き始める。そして抜け出たのは誰が。この展開を予想したでしょうか。先頭明治、さあ襷を取った。明治大学飛び出し4年生、86回大会以来13年ぶりトップで襷リレー。明治大学富田が区間賞を獲得。さあそして駒澤が2位に浮上した。田澤廉今スタート。世界を知る男、優勝候補の駒澤は2位で襷リレー。関東学生連合3位相当が構成いった。中央大学押し入れと今スタート。そうかフィリップ・ムルは今いった。三浦龍司もスタート。4位で襷を受けた中央の吉居大和が駒澤の田澤を追う。中央大学の吉居大和ですが、その9秒差1キロ経たないうちに詰めてきました。まずは田澤の後ろにピタリとついて、あるいはこの2人で前を行きます。明治大学を追っていこうというところになります。吉居には3年連続で2区を走る田澤についていくという選択肢もあったが、彼は自身のスタイルを崩さなかった。田澤さんは経験者ってことで、まあ、走り方を知ってるんだろうなっていうのは正直思ってたんですけど、自分は自分のスタイルで、まあ、いろんな人にあまり突っ込みすぎるなっていうふうに言われてたんですけど、やっぱり突っ込んで粘って、そこからでもしっかりスパートをしっかり出すっていうのが自分の理想の走りだと思ってたので。先頭紫紺の襷、明治大学の後ろにつきました。今横に並ぶ、横に並びます。2区今先頭が変わりました。首位交代、中央大学が吉居大和がその母校の襷を先頭に押し上げました。一方3位に交代しても田澤は冷静だった。やっぱそこで、まあ、ついていって無駄な体力を使うより、まあ、イーブンペースでしっかりと、まあ、刻んで、この坂の坂で、まあ、もっと悪い結果になってしまうなというふうに思ったので、はい、そこは落ち着いてきました。よし大和、いいペースできてるよ、いいペースできてるよ。後ろ田澤君 50m ぐらいのところにいるからね、少しずつ広がってきてる、少しずつ広がってきてる。今日はすごく動いてるよ、いいよ。自分のペースでいったらいい。どんどん行くよ、攻めていくぞ。14分9。いやーこっからぞ、こっからぞ。いやー徐々にそのままの差でずっとやって、後半しっかり行くぞ。10キロを過ぎたあたりから田澤もペースを上げ追撃開始。田澤廉が今2位、明治大学小澤大輝を今捉えます。今前に出ました。とどまることは知りません。後ろで止まることもありませんでした。並ぶことなく一気に抜いていきました。やっぱり田澤君、ね、この2区経験してるんで、これ10キロからちょっとねエンジンがかかってきてペース上げてますよね。こっからなんだよ、こっからなんだ、10キロからなんだ。ここのレース俺も走ったけど2区は残り3キロが上り坂。そこへ向け体力を温存しておくことも重要なポイントだ。田澤が近づいてきました。本田坂の手前で駒澤大学史上5校目大学駅伝3冠を狙う駒澤大学のエース田澤廉が今先頭に立ちました。首位に立ちました。藤井の襷、吉居大和が今ちょっと後退、2メートル3メートル後退していきました。このまま田澤が抜け出ていくかと思われたが、そこは各校のエースが連なる花の2区。終盤に意外な展開が待ち受けていた。駒澤の絶対的エースが見せたこの姿。さあそして2位が今変わりました。田澤を追い詰めたのは猛追する2校、青山学院の近藤と中央の吉居にはライバル関係を超えた友情秘話があった。番組はレース後に驚きの真実を知ることになるのだった。7位で襷を受けたエース近藤が快走。
順位を押し上げ、14キロ過ぎには2位の中央吉井を捉える。さあそして2位が今変わりました。青山学院大学の近藤幸太郎が中央大学の吉井大和を今抜いていきました。さあ吉井がここで近藤についていくことができるでしょうか。ただ吉井はここから2人で前を行きます。駒澤大学を狙っていきます。実はこの時2人の間では一瞬のやり取りがあった。同じあの出身の近藤幸太郎君が昔から仲良くしていただいてて、自分を抜いた時についてこいっていう風な合図を送ってくれて。近藤君はどうやって合図したの？まあ、なんていうか後ろでこうやって自分の後ろに来いみたいな、はい、なんと近藤が後ろにつけと左手でサインを送っていたという。まあ、そうですね、もう相当突っ込んで入ってて、まあ、自分は去年2区走ってて、まあ、大体コースの感じとかも分かっていたので、まあ、相当きつい場面じゃないかなっていうふうに感じていて、敵っていうよりかは一緒に迷ってこうよみたいな気持ちで。苦しさでリズムを崩していた吉井に手を差し伸べたのだった。そんな2人が追う駒澤の田澤は先頭を守りつつも苦しんでいた。箱根の1ヶ月ほど前、新型コロナに感染。1週間トレーニングができず、この日も万全ではなかったが、それでも大八木監督は愛弟子の底力を信じ、エース区間を託していたのだった。近藤が今21秒後ろ、もらった時は11秒。いや、こっからだぞ、こっから。いや、近藤とお前の戦いだからな、これから区間は。監督の起用に応えたい田澤だが、苦しい走りが続く。さあ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 、リズム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 、さあ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 、リズム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 。さあ今度はいいぞ、田澤君と変わらないから、ラップ変わらないよ、一秒勝ってるよ、はい、いいリズムできてる、自信持っていくよ。中央吉井は青山学院近藤に引っ張られる形で走りのリズムを取り戻し、完全復活。あ、この2人がですね、見えてきました、ね、1号車から、はい、もうこれ渡辺さん、60メートル、はい、いや50メートルぐらいの差になってきてるんではありませんか。そうです、ちょっと田澤君がです、ちょっときつそうなんですよね、まだ、はい、まだあの動いてはいるんですけど、ちょっと顎も曲がって口も開いてきましたね。限界を超えていた田澤はあの声に救いを求めていた。こっからだぞ、そうじゃないと区間が取れないけど、だいや、しっかりやんないと。プライドだ、プライド、いや、こっからこっから、プライドだ、プライド。前前前前で、お前だったらできる、信じてるから。信じているから。大八木監督の言葉が苦しんでいた田澤に力を与えた。しかしトップを狙う2人も田澤との差を詰める。今区間賞争いで3番だけど、前の2人に秒で負けてるだけ、秒で負けてるだけだよ。いいか、お前は絶対世界に出てくんだからな、ここで負けるわけにいかないぞ、エースの意地見せろ、いけるぞ。はい、あ、これ吉井が前に出ますか。青山学院の近藤と中央の吉井が前に出ましたか、前に出たか、2位が変わったか。ビビアルさん、吉井の表情、はい、吉井が前に出ました。はい、吉井が帰ってきた。まさにまさにエースの競演、これが花の2区と言われるゆえんですか。田澤君には9秒遅れてスタートしてるから、区間賞だから、近藤君に絶対勝つよ、負けない、絶対負けない、エースの意地、意地見せるよ。ちょっとまた田澤が逃げます。田澤が逃げる。青山学院と近藤もちょっと上がってきてるんでありませんか。そうなんですよ、ここはもう本当気持ちなんですよ、はい、気持ちが勝った選手が、はい、一番最初に助けを渡します。中継所まで200メートルを切った。近藤が一瞬出たが、中央吉井がスパート、青山学院を突き放す。そして田澤を射程に捉えた。さあ吉井が来た、吉井が来た、吉井がトップに立った、吉井がトップに立って戸塚中継所に飛び込んでくる。エースのお尻はパスへつながる。中央大学トップに出し切りで、田澤最後2位で渡した。そして青山学院大学が3位で渡
んとこれまでは1位で襷をつないだ吉居が近藤のもとへ駆け寄り健闘をたたえ合う。一方倒れ込んだ田澤は仲間に担がれようやく立ち上がる。見たことのないほど苦しそうな表情が激闘の凄まじさを物語っていた。コンタロ君のおかげでした。あれなかったら本当マジ終わってました。きつかったですけど最後気持ちよかったです。なんかすごい人たちといっぱい走れたんですごいよかったです。よかったです。田澤に監督から電話が。おはようございます。ありがとうございました。すいません。はい、すいません。はい、はい、はい、すいません。はい、はい、すいません。もう体調があれだったから、はい。まあ、この次、はい、ありがとう。駒澤を支え続けた絶対的エースの箱根が終わった。どんな4年間でした？いやでも悔いはないし、お疲れ。ありがとう。体調不良？いや1ヶ月前コロナ減っただよね。もうすごいわ。きつかったけどいやそれは言い訳できない。いやいやいや負けは負けだじゃん。ありがとう。ありがとう。やっぱり体調悪かったからな。よくやったわ。めっちゃ悔しいと思うよ。さすがエースだよ。4区では2位で襷を受けた駒澤鈴木が瞬く間に差を縮め中央吉居駿恭を捉える。さあ鈴木芽吹が一気に逆転。中越えた。首位交代しました。駒澤大学が4区7キロ手前で首位を奪いました。さらに注目を集めたのがこの最強ランナー。2区3区に続く3つ目の区間新を狙う。さあそして今法政大学の横から前に出ました。ヴィンセントが3人を一気に抜き去りました。これで合わせて6人抜きということになりました。今年も異次元の走りを見せたヴィンセント。寡黙な男にはチームに心許せる友がいる。自分で答えよ。どんな人って聞くの。同じケニア出身で同じ学年のルカ・ムセンビ。日本語が苦手なヴィンセントの傍らで会話の手助けをしたり、インタビューの際には通訳も引き受けているが、去年3と今年の2区は無線備もれっきとした現役ランナー。期待のルーキーとして東京国際に入学してきた逸材だった。でも美味しい。駅伝の名門仙台育英高校時代には全国高校駅伝でも活躍した実力者。当然箱根に対する思いも強い。大学にいても一番大きい大会出たいです。だが箱根に出場できる留学生は一人まで。最強留学生ヴィンセントの壁は大きかったが無線備も着実に力をつけてきた。去年初マラソンで優勝。そのインタビューでは心の内を吐露していた。大学4年間すると悔しくて今日は全力でやりきったです。今年マラソン優勝して私もトラックノックしました。だからこれ一度であれば走ってみたい。
好調な無線日とは対照的に、故障の影響からヴィンセントは出雲と全日本を欠場。チャンスあると思うから。しかし、いや、フィナルスポーンな、フィナルスポーンに自分の挑むメダルもさ、メダルも3万メダルを取り入れる、メダルも3万メダルを取り入れる、バイトレスポーンで、レスポーンで。ヴィンセントの復調で、箱根駅伝出場の夢は叶わなかった。それでも、それはチームに対していいことじゃないです。だから心配してました。モンドできてよかったです。どんな時でもチームファースト。思いは友に託す。3度の区間新というのはまだ1人もいません。その区間新記録ペースでイェゴン・ヴィンセントがこの4区で8人目、さあ抜いてくるか。東京国際大学4位浮上、8人抜きです。ヴィンセントすげえ、ここからまで行くのかな。ヴィンセント早いな。ヴィンセントが一気に来た。ヴィンセントは期待通りの走りで4位まで順位を上げ、さらに前を追う。先頭では駒澤と中央がデッドヒート。前を走る駒澤鈴木には最高の走りを見せたい人がいた。それは沿道で見守る両親。まずはね、走れたことが感謝です。なんと鈴木芽吹、最後倒れ込むようにして駒澤が6位です。前回大会8区で大ブレーキ、レース中に大腿骨を疲労骨折したことが原因だったのだが、チームとしても優勝を目指してて、みんなに申し訳ないっていう気持ちでいっぱいでした。怪我により歩くことはもちろん、普通の生活すら満足に送れない日々が続いた。お風呂がちょっともう全然できなくて、一人で服脱ぐとかもできなくて、最後服着してもこう履かしてもらったりとか、そういうのも手伝ってもらってました。レース直後、離れて暮らす両親とのメッセージのやり取りでは苦しい思いを打ち明けていた。本当にごめん、みんなに申し訳ない、もう歩けない。どん底から鈴木がグラウンドに戻ってきたのは去年6月。両親と共に彼を支えたのは尊敬するエースの言葉だったという。多田さんからは、失敗したことでさらに強くなれるっていう経験があったっていうことで、その芽吹もこの失敗があったからこそ、こう今後強くなれる時が来るから頑張ろうっていうのを言ってもらって、そして迎えた夏合宿。鈴木は田澤と一緒に走れるまでに復活、本来の姿を取り戻していた。10月の出雲駅伝ではアンカーを任され、区間賞の走りで駒澤の優勝に貢献。あの日、みんなに申し訳ないと綴っていた思いを最高の形で返すことができたのだ。レースは13キロ過ぎ、青山学院の太田が前を行く2校に迫る。横に出そうだ、横に出そうだ、どうだ、一気に抜くのか。ちらっと驚いたように鈴木芽吹が太田葵を抜きました。逆転しました。一気に太田葵が先頭に立ちました。自分が結構いいペースで走ってたんで、離せてるかなと思ったんですけど、追いつかれるとは全く想定してなかったんで、抜かれる時に初めて気づいてびっくりしました。中央の吉井俊介が先ほど離されていきまして、その差が20メートルほどつきました。残りおよそ5キロで一騎打ちに。
互いに牽制し合いながらの並走が続く。頑張れ、離れるな離れるな、走ってるね走ってるね、レメキレメキ、いけレメキ、いいいい、いい顔してるよ、大丈夫、あー大丈夫大丈夫あとは繋いでくれれば。母にとっても苦しかった1年、鈴木はその思いも背負って走る。駒澤大学の鈴木、その後ろ太田葵、また腕を振っている。残りがもう 300m 切って、また今度は太田か、青学再逆転。頑張れ、いける、意地を見せろ、頑張れ、ついてけついてけ、いける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 、山川に1位で渡してくれ、頼む。もう本当にきつくて、もう動かなかったんですけど、この着順がチームの最終的な着順にもつながるんじゃないかぐらいの思いで、絶対負けられないっていう思いがあったんで、タイム差はないですけど、意地で最後、前に出れました。往路小田原中継所、今、鈴木芽吹が並んだ、2人が並んで襷を出す。いいよ、しっかり、いけ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 、行ってくれ。まず来たのが駒澤大学、小田原中継所、8年ぶりに駒澤先頭で襷が当たった。山川拓馬のスタート、そして青山学院大学、初めての箱根、脇田幸太郎スタート。箱根の借りは箱根で返した。入ります、ここまで来れたのは本当に今まで関わってくださった皆さんのおかげだと思ってます。ありがとうございます。そして記録がかかるヴィンセントは、ペースアップ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 、さあニューレコードトライニューレコードトライ、ゴー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 、イエゴン・ヴィンセント来た、初めて走る4区、今左に曲がってタスキを渡した。イエゴン・ヴィンセント箱根駅伝3区間目の区間新記録。アビンチャースカレナイスラ、その日の夜、ムセンビが友のもとへ。グータッチで喜びを分かち合い、共に過ごした4年間の思い出を語り合った。駒澤の1年生山川が会長に飛ばす中、その後方では、さあ中央大学が、阿部春樹経験者が初めての箱根駅伝4年生脇田幸太郎をもう見向きもせず一気に抜いていきました。強いな中大大きく、山川がどんだけ登るかわからないから、なんかいいっていう話は聞いたんだけど、中央大学の阿部が今見えてきました。渡辺さん、見えてきましたね、これ早々と来ましたね、早々と。後ろはね9台、後ろは9台、今15秒がもらった時には30秒だけど15秒ぐらい詰めてきてるから、がこれからだぞ、これから、分かった、しっかりじゃあピッチだよピッチ。どんどんと体が硬直し始めてたんで、全然こう動いてなかったなっていうのは自分でも分かったぐらいだったんで。中央は2年連続で山を任された阿部、もうその駒澤大学の背中が見えてきました。ただ19秒というその秒数で見てみますと、その差がなかなか詰まらない駒澤と中央です。いや詰まってると思うんだけどな。指揮官も困惑するレース展開、姿は捉えているのに差が縮まらない。ここで藤原駅伝監督が新たな策を授ける。下りでお前が勝負できるんだからね、この最後の上りだけ耐えるよ耐えるよ、下りに入ったらしっかりと切り替えろ、勝負は1回だからな、勝負は1回、追いついて勝負は1回よ、下り入って勝負だ、いけるよ、自信持っていけ。山登りの5区だが、残り4キロからは下りが続く。下りも得意な阿部なら逆転できると考えたのだ。そんな中、13位で襷を受けた城西の山本が快走を見せる。
さあ、ゆいといいタイムで登ってるの、区間賞ペース、区間賞ものすごいいいペースが、ね、まあ、山の神じゃなくていいから、なあ、妖精だ妖精、山の妖精でいいから、さあ、コーナーついて、コーナーついて。山本は4人抜きでチームをシード圏内の9位まで押し上げる。さらにこれまでの区間記録を21秒縮め、新記録も打ち立てた。そして区間新記録ペースで推移しています。5区の給水ポイント、そこで駒沢の山川を待っていたのは4年生の大坪。大坪は毎年山登りの候補にはなっていたが、箱根を走ることはかなわなかったランナー。最後の年、初めて5区を走る後輩のために給水係を買って出たのだった。およそ50メートル並走し、山川を元気づけた。給水ってすぐにこう渡して離れるじゃないですか。でも大坪さん本当ずっとこう自分に声かけてくれてて、逆にそれが後半の下りに入るところまでのパワーになったなっていうの。そしていよいよ下り。上りは山川君にちょっと分があるように見えるんですけど、はい、下りの走りはもう圧倒的に阿部君がやっぱり得意ですよね。あ、やはりそうなんですか。そうですね、見て分かりますね。で、ああ、そうですか。そうなると最後逆転、ね、されてしまう可能性はありますよね。ところが前を行く山川との差は一向に縮まらない。その理由は山川が最善の準備をしていたことにあった。もともと上りは得意だったが、下りには不安があったため、その克服に力を入れてきたのだ。去年12月の合宿では、蹴らない走りってどんな走りするの？先輩とか同級生に聞いておくよ。山川は下りでの走り方や腕の振り方などあらゆることを先輩や同僚に聞き、5区での理想的な走りを追求していた。この快走はまさに努力の賜物。颯爽と歩を進める姿には自信がみなぎっていた。その差がなかなか詰まらない駒澤と中央です、はい、逃げる駒澤大学1年生の山川拓馬。その差はむしろ渡辺さん、中央の阿部とは開きましたか？そうですね、完全にもう流れがですね、もう駒澤にもう行きましたよね、はい、あ、詰まらないか。中央の阿部も粘ったが、山川の背中には届かず。さあ、ラストスパートになる1年生です。初めての箱根駅伝、山川拓馬、快走1年生、あっぱれ5区山登りです。自信をつけた自慢の息子たち、大八木監督が作り上げた最高傑作、強い駒澤、19年ぶり4回目の往路優勝。三冠へ向けて視界良好であります。駒澤を追って、そして2位でフィニッシュです。やった。トップ駒澤とは30秒、脇田幸太郎、今往路3位でフィニッシュです。4年生最初で最後の箱根が終わった。ありがとう。加藤はもうよくやりましたよ、ね、あの体調でよくやった、すげえ。お前、ええ仕事した。何も落ち込む必要ない。いい仕事したから、ようやった。何も来る。よくやった。魂の足だったよ。いや、マジで。よくやった、本当に。ありがとうございます。いや、もう俺なんて帰ってから。大変でしょ。往路は駒澤が優勝で3冠へ好発進。2位は中央で30秒差。3位青学とは2分3秒差。復路の朝。
さあまずは2年ぶり8回目の総合優勝、そして史上5校目の三冠へ向けて駒澤大学がスタートします。三冠へ向け駒澤の6区を託されたのは当日変更の1年生伊藤、伊藤葵がスタートしていきます。追うのはこの30秒差で追う中央は若林が4年連続の山下りで逆転を狙う。山下りは運営管理者での並走ができないため監督たちは町役場で戦況を見守る。さあ大平台のポイントに先頭の駒澤大学がもう早くも降りてきました。駒澤の伊藤はスピードに乗り安定した走りで駆け下りる。戦いを見つめる監督は、お前6分台だぞ、早い、6分55、早い早い、俺行きたいよ。一方中央はこの6区で差を縮めておきたいが、前との差は51秒、まあほぼ変わりませんが1秒また増えたということになります。簡単には詰められない。さらに想定外のアクシデントが前回王者に。後ろのねワッサンもこれ来てますからね。青山学院はずるずると順位を落とす。山を下り切った箱根湯本で運営管理者が合流。トップを駆け抜ける伊藤の背後からあの声が飛ぶ。こっからだ、こっから、あと何秒、いいよ、こっからがお前が区間賞を取るか取らないかだ。伊賀いい走りだ、伊賀最後下りは男だったら伊賀だぞ、しっかり地盛りが待ってるからな、ここ頑張るぞ、ここ頑張るぞ、4年間やってきた全て見せるんだここで。中央大学の中央は6区で差を詰めるつもりが逆に広げられてしまった。あーちょっと足りないか。6区伊藤葵たすきを先頭で守りました。さあ駒澤大学箱根制覇へ、福の小田原トップでたすきリレー、1年生の伊藤葵大仕事をやっておきました。今大江監督からもよくやったと声がかけられました。芦ノ湖では30秒差だった。さあ今中央たすきリレー、先頭とは47秒差、地盛47秒差追っていく。上りも下りも駒澤の1年生にやられた。4年生若林は悔しい結果に。そして青山学院、青山学院の西川が今法政大学に抜かれました。法政大学に抜かれてこれで法政が5位、そして後ろからは創価大学ももう見えてきています。4年生から1年生に今たすきが当たります。今国学院大学フレッシュグリーン西川海星から佐藤一世、青山学院がトップに7分以上の差をつけられ連覇は絶望的となってしまった。足に負担がかかり傷を負うランナーも少なくないロック、それは懸命に山を駆け下りた証でもある。トップを走るのは箱根デビューの駒澤赤星。駒澤と中央の差が200メートルを切ってきました。後ろを行きます中央大学の中澤雄大は前回この8区区間3位、この後の遊行寺の坂を知ってるのは中央の中澤、はい、この赤星は初めての遊行寺の坂になります。確かにちょっと近づいてきたね。一気に行くなよ、じっくり行け、じっくり。たすきを受け取った時点では44秒あった差が徐々に詰まってきていた。タイミングを見て大八木監督がランナーを後押しする。いや、ここから一回もう一回ギアチェンジするぞ、いや後ろ40秒ぐらいまで来たから、ここから目いっぱい今度上げて引き離しにかかるぞ。ここからお前が頑張ったらじわじわじわと離れるぞ。いや、しっかり行くぞ、大丈夫か、 OK、 したらここから引き離しにするぞ。はい、戻っています。指揮官の声で赤星がペースアップ、中央を引き離し始める。ちょっと広がったか。
大手町への歓喜に向け仕上げのラスト2区間に入る駒澤大学戸塚中継所トップで襷リレー。まさしく優勝をつかみ取るための激走、選手たちは限界まで自らを追い込んでいた。藤原監督からありがとうという声、ああ中澤思わずよろみきました。振り絞りました4年生中澤。9区駒澤のキャプテン山野が2位との差を広げ最後のタスキリレー。さあ悲願の三冠へ向けて死角なし、駒澤大学袋鶴見中継所トップでタスキリレー。よかった。そして18位で飛び込んできたのが、さあそして立教大学の姿が見えました。55年ぶりの出場で鶴見中継所最後までたすきがつながった立教。はい中山ナイスランお疲れ、ありがとう中山、たすきつながったよ、55年ぶりつながったぞ、来年はもっと上に行くよ。選手をねぎらった上野駅伝監督が立教を率いたのは4年前、迎えた初めての正月、寮の食堂には一人箱根駅伝を見る監督の姿が。選手たちに声をかけたが誰も集まらなかった。来てほしかったんですけどね、でも3年生以降はちょっと帰省してたりとか、はい、どうやって選手たちとの距離を縮めればいいのか。監督がまず取り組んだのは選手たちの輪の中に入っていき対話すること。じゃあ、無理だけはしないようにと、あとは、走ってる最中の状態をしっかり把握して、日に日に良くなってるなっていう感覚を得つつ食するようにします。はい、よろしくお願いします。さらに対話だけでなく練習では一緒に走り、気づいたことはその場でアドバイス、とにかく接点を増やしていった。ここで見てこうやって言うのも一ついいんですけど、まあこう横ついてあげて、あなんかこいつのこの動きちょっと硬いなと思ったら、ね、腕ちょっと余裕持ってとか、丁寧にね足を下ろして、お尻が抜けてるから少しフォーム反ってきてるよとか、近くで言ってあげることが一番いいのかなっていう。やっぱ走る監督っていうのはやっぱここならではで、まあその監督自身が自分たちよりも速いので、そこはすごいなんか自分たちのモチベーションにもつながってますね。目指すべき存在という感じですかね。はい、一緒に走り箱根レベルのスピードを体感させることはチーム力の底上げや意識改革にもつながると考えていた。とはいえ走ればついつい本気になり学生たちを圧倒するといった場面も、まあ、あとは最後力を見せつけると。お茶目な上野駅伝監督が率いるチーム、来年も期待したい。繰り上げスタートの時間が近づいてまいりました。そして鶴見中継所では今年もあの光景が。姿が見えています。今ギリギリだ、今ギリギリピッチ切り替えて最後つないで小島に渡そう。10秒前、専修大学、国士舘、そして関東学生連合がリレーライン並んでいるが間に合いませんでした。わずか60メートルから70メートル、その姿が見えていましたが南力、叶うことはありませんでした。襷リレー。最終10区では駒澤が三冠を確実なものとし、アンカーの青垣がゴールへひた走る。先頭で母校の襷を大手町に運ぼうとしています。今最後のカーブを曲がります。これが大八木監督への天下無双の恩返し、駒澤大学2年ぶり8回目の総合優勝。これで今シーズン出雲、全日本、そしてこの箱根駅伝を制し史上5校目の三冠達成。2位は中央、今年の往路メンバーが全員残る来年はさらに一つ上を狙う。
駒澤さんは学生三大駅伝3つともかつ3冠するということでスタートしている中と、我々のチームとしてはまずは表彰台に乗ろうと、3位以内だということでスタートしたチームとというところで、優勝への執念といいますか、絶対に自分たちで成し遂げてやるんだというところへの こだわりといいますか、そのあたりがやはり足りなかったのかなと。9区で岸本が順位を上げた青山学院は3位、総合3位のフィニッシュテープ、青山学院大学です。だが三冠を駒澤に独占された常勝軍団に笑顔はなかった。山でしょうね、まあそれが全てでしょうね。必ずリベンジします、頑張ります。城西は9位で5年ぶりのシード権、東洋は10位に滑り込んだ。シード権を手にしたのは城西大学、東洋大学までです。東京国際はヴィンセントが3つ目の区間新を叩き出したが11位に沈んだ。そして歓喜の胴上げ、宙に舞った名将は勝因をこう語った。やはりみんながね、一つになってたかっていうところですかね。最後は夜祝勝会は盛り上がったが、大八木監督退任の発表には惜しむ声も少なくなかった。もう見られなくなるかもしれない名物監督の雄たけび集は最後に。大会翌日、駒澤は次なる世代が早くも始動。熱い劇の大八木イズムは愛弟子の藤田ヘッドコーチへと受け継がれていくことだろう。おいさんもラスト1キロ意地出せ、後ろもう3分57秒詰まったぞ、意地出せ。あー見えた見えた、よし移動高橋、そこで男だ、そこからだ、よしもう大きく大きく大きく下り、止め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 